はい、どうもこんにちは、バシート。ミクです。はい、本日はですね、また予約開始の動画になります。昨日撮ったばっかりなのに、もう来たかって感じですね。もうちょっと待っとけばよかったなぁと思いました。はい。今日からですね、初音ミク、矢吹健太郎かける、大蕎麦かな、バージョンですね。昔ジャンプで連載してた、今はどうだったかな、なんか、最強ジャンプじゃねえ。あれはダメだ。最強ジャンプで連載しちゃダメだ。ジャンプスケアか。で、なんか、また連載続いてたとは思うんですけど、今どうなったかちょっとわかんないんですけども、トラブルっていう漫画がありましたよね。はい。それを描いている方がデザインしたミクちゃんのフィギュアになります。はい。矢吹健太郎先生といえばですね、まあ、トラブルが一応代表作だよね。うん。ジャンプで、ね、掲載してた頃に、いい頻度で読んでた気がする、はい、っていう感じの、感じのミクちゃんになります。矢吹健太郎さんが描いただけあって、とてつもなくセクシーさに全振りしたミクちゃんっていう感じになってますよね。はい、写真パート見ていくとこんな感じで、うん、まず衣装がすごいなんかトラブルに出てくるララちゃんチックな感じになってますよね。手のひらとか特にそれっぽいタグが見える。はい、でお腹周りだとかこんな感じになってて、透明な衣装の下にまたさらに衣装を着てるというような感じになってますね。うん、このクリアな感じが、いい感じですね。で全体的にちょっとピンクっぽくてなんか少しやらしい感じがするって感じなわけ、僕のせい、気のせいですかね。はい、っていう風な感じのミクちゃんになって、まあ、結構露出が多いですよね。まあ、さすがあの人が描くとこうなっちゃうんだよね、やっぱりね。はい、この辺とかすごいですよね。際どいラインだなーって感じになってます。はい。で、このミクちゃんが今日から予約開始になります。場所は、グッドスマイルオンラインショップ、あるいはパートナーショップ一覧というふうな感じにあるんですけども、このパートナーショップ一覧なんですが、Amazon、アミアミ、スルガヤ、まあ、その他ですね、いろいろなところで予約開始してますので、まあ、いつも、予約しているところで大丈夫なんじゃないかなと思います。ネットだとそんぐらいなんですが、リアルの方だと、そうですね、やっぱソフマップとか、あとはそうですね、ビッグカメラとかでも予約開始してるのかな、秋葉の方とかは多分やってると思うんですけども、うん。まあ、そんなところでも予約できますので、はい。自分がいつも予約しているところで予約してみるのはいいんじゃないかと思います。今回一応、グッドスマイルオンラインショップの方でも予約は開始はしてるんですが、先ほどちょっと確認したんですけども、特に、グッドスマイルオンラインショップで、限定でついてくるっていうのは特になさそうなんで、パーツでね。うん。なんで、まあ、どこで予約してもいいんじゃないかなと思います。はい。価格の方は2万円となってます。いい値段するね。7分の1スケールなんだけど、2万円するってちょっと珍しい。らしいよね。うん、はい、って感じの絵物になってますね。ちなみに発売時期が2021年の12月になってます。2020年の12月ではなくて、来年の12月になってます。うん、ずいぶん先だね。多分もうその頃に忘れてるわ、きっとはい、って感じのものになってます。一応今回はグッドスマイルオンラインショップの方を、動画の説明欄に貼っておきますね。はい、まあ、その他のところの魅力は全然していいと思いますので、お好きなところではしてください。はい。僕は一応迎えるつもりではいますね。うん。まあ、やっぱり、可愛いんですよね。なんだかんだ言ってね。うん。で、ここまでちょっとね、なんだろう。露出が高い服を着てるミクちゃんっていうのはちょっと珍しいので、うん。まあ、水着とかも、水着に比べたら全然あれだけど、なんか、水着とは違ったセクシーさがありますよね。あの人が描くといつもそんな感じなんだけども。はい。っていう感じになってますので、ちょっと気になってましたので、あとそうですね、今年の2月に開催されたワンフェスですね。ワンフェスでももうサンプルが展開されてたんですけど、やっぱ可愛かったんで、うん、元絵も非常に可愛らしいんですけども、うん、まあフィギュアになって手元で実際見てどうなるかって感じなんですが、まあ可愛いことには変わりはないと思いますので迎えようかなと思います。はい、というわけで紹介したのはバシーとミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、ミンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、評価の評価。お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーと、ミクと、ミン、チャンネルを、お願いします。